嬉しいです。本当にありがとうございます。今日は、この、イベント応援部隊がたくさん来ていただいております。ご来賓の皆様、そして、まずは、主催者の、錦糸町商店街振興組合理事長の山田昇からお礼のご挨拶を申し上げます。皆さんどうもこんばんは。今日は第37回のですね、会長の代表の会に、ご参加をいただきありがとうございます。なんか私が見た中では、今年が最高にお客さんが来ていただいております。ありがとうございます。これからもですね、頑張って、続けたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。どうもありがとうございます。本当にこんなに熱気ムンムンで盛大に、行われますので、心からお喜びを申し上げます。実行委員会の山田会長さん、そして大阪からですね、音取りの皆さんが本当に、熱気あるですね、素晴らしい踊り、披露していただいておりまして、今日明日の2日間大いに盛り上がっていただきたいというふうに思います。そして、オリンピック・パラリンピックまであと2年ということで、今日はこれから東京五輪音頭2020でご披露させていただきますが、この河内音頭大盆踊りも、大変大事ですけれども、ぜひオリンピックもですね、盛り上げていただきますように心からお願いを申し上げまして、ご挨拶といたします。皆さん楽しんでください。山本部長ありがとうございました。それでは続きまして、墨田区議会議長の滝沢義人議長からご挨拶でございます。皆さんこんばんは。この河内音頭もいよいよ37回と回を重ねてまいりましたが、今年は去年に一昨年に比べて本当に多くの方々がお見えいただきまして、本当にありがとうございます。立ち上がってください。ありがとうございます。皆さんのおかげでこの河内音頭も墨田区の風物として多くの人たちに楽しんでいただけるようになりました。ありがとうございます。そして皆さん方の手によって、これからも来年も再来年もそれがずっと続けて、墨田区の錦糸町に河内音頭ありということを全国に知らしめていただくことができますよう、心からお願い申し上げます。皆さん方のお一人の人のご参加がなければ、こんなにも盛り上がることはできません。どうぞこれからも多くのお友達をお誘いいただきながら、たくさんの皆さん方が錦糸町に河内音頭があるよ、錦糸町で河内音頭を踊ろう、そんなことでお声かけていただきながら大いに盛り上げていただくことができますよう、心からお願い申し上げます。毎年毎年大変このような大きな会をご用意していただいております。山田会長さんはじめとする実行委員の皆さん方には心から感謝を申し上げてご挨拶といたします。皆さんこれからも楽しんでください。滝沢理事長ありがとうございました。世界に河内音頭錦糸町にありですか、ハードルが上がっちゃいましたね、理事長ね、大変なことだと思います。今日は、墨田区議会からも、応援に駆けつけてくださった皆さん、私、司会の方から紹介させていただきます。福田晴美委員です。